知ってるよ。知ってるよ。ゆいちゃん知らないかな。違う。どういう、はい、土踏まず。違います。じゃあ土踏まず、ヒント出す。ヒント、ヒントだった。腎臓、腎臓。違います。首から上にあります。わかった。何？鎖骨。違います。わかった。もみあげ。違います。あ、待って、でも惜しい。もみあげ。え、もみあげ。はい、顔周りの毛。集まれフルーンパン。ということで今月も始まりました、集まれフルーンパン。改めまして私たちフルーツジッパーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私の一番、それ正解。イエーイ。はい、こちらのコーナーはメンバー自身が出題者、そして回答者となるクイズコーナーです。それぞれが私の一番〇〇は何でしょうという形で自身に関するクイズを出題していただき、みんなで答えていきたいと思います。みんな、やり方は分かりましたか？はい、はい、OK ですね。一番体の一部の中で失いたくないものは何でしょう。どういうこと。怖い。待って、怖いんだけど。何だと思う？しかも質問と、え、体の一部の中ってどういうこと？私体の一部の中っていう、体の中で、あ、え、あと例えば、はい、腕とか足とかそういう意味。そういう意味の。あ、はいはい、ルナ。い、い、違います。はい、はい、小指。怖いって。違う、だって、怖い、怖いって、指の中でみたいな。怖いって。違います。はいはい、付け足。顔。違います。はい、あ、でも惜しいかも。あ、分かった。口。違います。か、はい、脳みそ。違います。え、何？はい、はい、でもみんな多分知らないかも。知ってるかな。意外と、待って、意外と知らない。はい、はい、おすず。乳歯。何？ないわ、さすがに。ないの。さすがに22歳だから。え、もう、ね、あの、誰か知らない？どっかない？ない？どっかない？え、抜けてないってこと？さすがにないよ。のり1本ぐらい。え、ないよ。え、あの、リプにあんの？リプにあんの？え、いや、全部抜けた記憶ないんだけど。あれ、もう奥歯抜けた記憶ないかも。ごめんごめん、中断させちゃった。考えてもらっていいですか？私の失いたくないもの。あ、もし、待って、コメントの中に正解あるかもしれないから。確かに。ちょっと、あまね、見てもらっていい？乳歯、やっぱ僕ありますって言ってる人。え、ほら、やっぱいるよね。涙袋。涙袋は？違います。え、そうやってさ、みんな知らないかもしれない体の部位ってこと。知らないかもしれない。あ、届けた。はい、なに？くるぶし。なんでよ。知ってるよ。知ってるよ。ゆいちゃん知らないかな。違う。どういう、はい、土踏まず。違います。じゃあ、ヒント出す。ヒント、ヒントだって。ヒント、腎臓、腎臓。違います。首から上にあります。わかった。何？鎖骨。違います。わかった。もみあげ。違います。あ、待って、でも惜しい。もみあげ。え、もみあげ。はい、顔周りの毛。ぼ、顔周りの毛。触覚。ぼ、失いたくない。触覚じゃないんだけど。前髪。奥投げ。あー、違う。でもそういうことよ。そういうこと。え、前髪。違うの。あ、もうちょっと行って。もうちょっと行って。もうちょっと行って。もみあげじゃないの。あ、でもこの辺はもうちょっと行ってほしい。つむぎ。違う。そういうこと。え、待って、分かんない。もうちょっと頑張って。うぶ毛。正解。うぶ毛、みんな知ってるよ。なんで。え、知ってる。え、私、うぶ毛があるの知ってる。みんな。え、そういうこと。みんなあるでしょ、うぶ毛。ゆいちゃんにうぶ毛がいっぱいあること知ってるってこと。そう。あ、そういうこと。そう。知らないでしょ、みんな。知らない。かか、見せてくれるんだ。ちょっと待ってて。見せてくれるの。ここに。え、かわいい。え、かわいい。かわいい。え、ほんとだ。ここにうまげが。かわいい。かわいい。赤ちゃん。なんかこれがちっちゃい頃からずっと変わらなくて、うんうん、だからここだけはなんかね、よくね、前ね、ここになんか TikTok かなんかのコメントで、なんか産毛剃った方が映えますよ、顔がって言われたの。だけどここだけは失いたくないの。かわいい。かわいい。かわいい。赤ちゃんの。チャームポイントですね。あんま言ったことなかったからさ。確かに、私も知らなかったわ。え、じゃあ言ってみようと思って。ありがとうございます。じゃあ次は、
次は誰だカレンで、カレンタイム、はい、出題お願いします、はい、じゃん、私の一番しっかりしてるところはどこでしょう。考えてくださ い、そんな困らないでよ。正解かな。いや、どうぞ。え、私が個人的に思うのは、うん、あのちゃんと時間を守る人。あー、惜しい。え、でも学校でめっちゃ遅刻しまくってたんでしょ。そんなこと言わないでよ。でもちゃんとしっかりしてるところ。フルパンは寝坊しなくなったって言ってたから。あ、分かった、はい、はい、あの遅れた時に絶対に遅延の紙をもらうところ。あ、確かにそれもある。え、でもそれじゃない、一番じゃないよね。なんかでも最近の、あの彼最近みんなにそれよく教えてる。え、今日声、これ声高くね。嘘。あのできなかったとしても絶対次の時にはできるようにしてくるところ。 ありがとう。でも全然違うんだよね。これいいの。え、でもこの問題でしょ。最近、え、結構、え、なんかフィーちゃんとかによく教えてる。あ、ん、え、フィーちゃんに教えられることある。え、え、教えてる。今めっちゃ光景をよぎってる。フィーちゃんなんとかだよって。え、そうそう言われてるけど、なんか時間関連ではあるよ。え、時間関連、時間関連、え、待って、なんだろう。マスクの状況違うよ。それも言うけど、ピンポイントすぎない。ピンポイントすぎるでしょ。まだかまだいいか。でも時間関連じゃない。え、それ分かった気がする。分かった気がする。しっかり撤収時間把握してる。そうだその会話したわ、うち。そうだね、カレンと。なんかカレン何分単位で毎日何時撤収、仕事の何時撤収か分かります。すごいですよね、分刻んでもね、15分とかでも覚えてる。今日も分かるよ。今日も分かる。今日は22時半撤収です。終わるかな、終わるかな、じゃあこんな感じで。でん、私の一番得意な言語は何でしょう。なんで英語なの。あ、はい、ゆいちゃん。ドイツ語。え、正解です。挑戦し、いきなり聴いて踊れるか挑戦してみたいと思います。ただし3曲目の楽曲はなんと 1.5 倍速で流れてくるので、テンポに合わせて踊るようにしましょう。じゃあ誰から挑戦しますか。あ、じゃあ私行きたいかも。お、いいね、うん、それではミュージックスタート。いいよ、いいね、かわいいよ。衣装で見るダンスプラクティス動画。いいの。フルーツリッパー。皆さん、今日も盛り上がっていきましょう。あ、かわいい、かわいい。
さあパンさんせーのはいはいエアマイクです、はい、エアマイク、はい、あよいしょおダンスプラクティスバージョン予定だったお次は完璧なんかすごいねあのエアパートだそうだ高いんだあ、両手バージョン両手バージョンすごいえ、最初にかわいいお人形みたいマーキーコーンで感じだ両手やばい次が 1.5 倍速ですよあれまだまだまだなにこれみんなのパート持ってたじ1.5 倍速くるよあはいあかわいい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 なにこれかわいかね待ってこれすごい疲れるめっちゃかわいい待って最年少が疲れてるよどうしよう1.5 倍速舐めてたらダメだよすごいねちょ最後あのかがやいいイターのとこでどうやってちょめっちゃかわいかったかわいかった救世救世完璧だったちょっとスカイフィーラーの途中あれだったけどいや私あそこさ後ろでこうやって待ってるのよそういう時間だからかあどうしようみたいなそうねそれぞれねパートが分かれてるからね実際やってみてどうだった楽しいけど今ドイツ語喋った今ドイツ語喋ったよねなんかさ待って一息つかせてよあごめんごめんごめんダーフィンだからじゃないわなんかねなんかあの K-POP アイドルみたいで楽しかったおでも確かにこういうコーナーあるよね K-POP のねなんかそれイメージしてやったら意外と疲れる本当に頑張って次なんかどうする2人とかで行く確かにほらフォーメーションが違ったりするじゃんあダンスがさだから1人じゃなくてもいいのかそう2人とかでもいいよね確かに行きたい人備え水飲んで備えてるルナさんルナ行こうルナ行こうここ2人やルナいいじゃんその2人混ぜるな危険コンビ行くなんちゅう顔してんのはいレッツゴーレッツゴーそれでは、ルナとアマネいきますよミュージックスタート